足引っ張りやがったら承知しねえぞ。行くぞ野郎ども、ここは俺の縄張りにする。邪魔だな。おい、笑せやがる。命を捨ててついてこい。ワンピースバウンティーラッシュグララ。スキルがこう文字だけだとどういう感じなのかまだ頭にスッと入ってこないんで、実際に動いている様子を見たらより欲しくなるんかなとは。足引っ張りやがったら承知しねえぞ。あ、かっこいい。あ、夫人まで来てもらってもいい。はい、わかりました。人参でやりまして、はい、はい、こんな感じの。おお、動いとるで、おい、おお通常攻撃もリーチ長っ。それで振動状態に。うわ、3番目の攻撃、横に結構幅がありますね。あとは長押しでも変わります。うわ、縦に長くなる。だ、守ってみろと言ったろ。入ってもらって、はい、はい、敵がいても、敵がいても敵が来たら、はい、本当だ、本当だ、無視して回復できる。ギュンギュンいってますよ、これ強化も、強化もできますね。うわー、強いな。新時代だ、新時代これでだってゲットできるかもしれない、あの防御力 18% とかつけておけばなんか倒れない、うん、うわ、じゃあ、まだ取りますね。ダッシュしてもらっていい。はい、ダッシュ使いますよ、今ダッシュしてますよね。よし、うわ人道状態まで入ってしまう。俺の力を見せてやるよ。で、人道状態に大丈夫か。はい、3段目の効果音かっこいいですね。カキーンっていう。じゃあ、二陣を取りますね。次、ちょっとスキル2を使おうと思う。スキル2。ちょっと待ってね。ここが見やすいかな、この辺が見やすいかな。そうですね、じゃあ、じゃあ取り始めてもらっていいですか。取り始めてもらってスキルに使いますよ。邪魔だな。おい、おお、わあ、シールドってこういうことか。力がダッシュできなくなるというすごい、すごい物理こういうこともなっております。じゃあ、ちょっとゾロやるってみるか。足だね、特性変化の色、特性変化はゾロはやっぱりあの赤、青、緑にだけ属性変化するので、白と黒に属性変化することはない。はい、わぁ、はい、そっか、金庫攻撃。うわ、命がいらねえ。うわ、前に出ろ、邪魔だ。うわぁ、すごっ。頼む、じゃあキング来てもらって、はい、取りに行きますね。うん、スキル2が相当強そうな気配しますね。離れたとこ行かれちゃったらもうどうしようもないよ、これはもう。2マップチェックしておいて、本当に最後の最後逆転狙ってくるところを全部阻止できるから。じゃあキングいいよ、取って。はい、じゃあ取ります。スキル1です。妨害が多段なのでキングのあのシールドも剥がすことができます。おお、キング使ってる方多いですもん ね。そうですね、まあ、なんで非常にお宝を守ることに長けてます。邪魔だな、おい、結構邪魔だな、このシールド非常に強力なキャラクターになってます。グラグラ状態にすると体力も回復していくので。うわー、あー、なるほど、はい、命がいらねえやつは前に出る。なるほどな、親子対決。これは味方に白ひげいるとすごい嬉しいやつですね。はい、となっております。以上です。